ハレルヤアメン、ハレルヤアメン。こんばんは、こんばんは。今日はちょっと寒かったですね。朝寒くてちょっと目が覚めましたね。はい、あ、そうですね、7時は今日で最後ですね。7時からするのは今日で一応最後で、来週の月曜日から、9時からやる予定ですね。9時。西原さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。来週の月曜日から9時からやる予定です。ね。どうなるかわかりません。ただですね、一応絶対ずっとやるかどうかは分かりません。とりあえずやってみるという感じでしょうかね。とりあえず来週やってみて、まあ、良ければずっとっていうことですけども、小野さん、夜行バスから見てます。今、小野さんは、夜行バスに乗ってですね、東京に向かっています。9時なら来場者数増える。ああ、そうですか。ボロボロになって9時に、7時に帰ってきそう。深夜2時。深夜2時ですね。私は意外と早く寝ますので、深夜はちょっとできないんですね。ちょっと深夜はできません。はい。はい、今日はですね、文化の日ですね。かずのこさん、こんばんは。今日は文化の日ですね。文化の日。で、文化の日というのは、何が起源だったのかな。何かあったんでしょうね。ちょっと、調べてなくてすいません。文化の日の起源をちょっと私、忘れております。はい、あやぺさん、ハレルヤ。昭和天皇は4月29日じゃなかったですかね。声がエコーしてます？あ、ほんと。声がエコーしてる。声がエコーしてる。どうしよう。はい、皆さん声がエコーしてますか？声がエコーしてるでしょうか。はい、小太郎さん、ハレルヤ。ハレルヤ、アメン。OK。はい。で、まあ、文化の日の起源は別としてですね、あこたろさん、ありがとうございます。まあ、今日は文化ということで、クリスチャンの新しい文化を作ろう、いいですね。クリスチャンの新しい文化を作ろうということですね。で、文化とは何か、いろんな定義があると思います。文化ね、ニコ生文化とかね、若者文化とか、いろんな文化がありますね。ゲーム文化とかね、iPhone 文化とかですね。まあ、何でも文化を作れば何でもなっちゃうのかな。日本文化。日本文化といってもね、結構いろいろありますけど、江戸時代の文化もあれば、明治の文化もあれば、昭和の文化とかね。もう私はどっちかというと昭和の文化だと思うんですが、まあ、皆さんは何文化でしょうかね。文化というのはね、その時代とか国とか、イスラム文化とかね、仏教文化、中国文化、いろいろもう何でも文化作れますね。まあ、文化とは何か、まあ、文化というのは何でしょうかね、人間の、まあ、生き様みたいな感じでしょうかね。で、結局ですね、文化というのはその人間のですね、まあ、価値観とか考え方が反映しているのではないでしょうか。まあ、キリスト教文化といえばですね、キリスト教文化といえばそのキリスト教の考え方が反映するわけですね。例えばクリスマス、まあ、来月クリスマスがありますが、まあ、あれはまあキリスト教文化ですね。
イエスキリストの誕生日をお祝いするということで、まあ、キリスト教文化ですが、このキリスト教文化が、まあ、世界の文化になっちゃってますね。悪い文化もありますよ、悪い文化ね。例えばあの昔あの首狩り族というね、人間を人食い人種の文化がありましたけど、まあ、そういう人食い 文化の人食い文化は良くないですね。日本もですね、ちょんまげ文化とかですね、この刀の文化とかいろいろありますが、悪い文化もありますね。そういう悪いものがですね、だんだんなくなってきたというのが、まあ、この、人類の歴史だと思うんですが、この世界中の文化を変えたというのがキリスト教だと思うんですね。まあ、キリスト教でも悪い文化が あるかもしれません。この間話した免罪符なんていうのは悪い文化ですね。免罪符とかね、ああいう悪い文化もありますが、この世界の文化をですね、キリスト教が変えてきたということがあると思うんですね。キリスト教が世界の文化を変えてきた。今だって悪い 文化ありますよ、ね。例えばそのゲームばっかりやるのは悪い文化だと思うし、ニコ生放送だって悪い放送はちょっとね、あまりいい文化じゃないし、それから、まあアニメも悪い部分もあるんじゃないかと思うんですね。二次元の文化もあまり良くないような気がします。それからまあ偶像崇拝ね、偶像崇拝も悪い文化だと思います。多くの人はその文化でもね、いい文化と悪い文化の区別がつかないではないかなと思いますね。例えば、クリスマスの時にデートするね、クリスマスの時にデートする、これ悪い文化ですよ。悪い文化、それでしちゃいけない。本当のキリスト教文化はですね、そういう不信仰しちゃいけない、ね。それはあのクリスマスの時のデートは悪い文化ですね。悪い文化、まあ、そういうわけで、その文化というのは価値観が反映しますね。考え方が反映します。ぜひ皆さんね、日本の文化はいい部分もあるかもしれません。いい部分もあるかもしれませんけど、往々にして悪い文化多いのです。クリスマスは家族と過ごします。皆さん、その、悪い文化をですね、皆さん変えようではないでしょうか。悪い文化を変えて、私たちクリスチャンがですね、新しい文化を作ろうではないでしょうか。新しい文化で新しい文化を作ろうではないでしょうか。皆さん、それは、そのこれからなんです。これから私たちは、新しい文化を作ることができると信じます。文化というのは、その、古いものだけではないのです。その新しい文化が必要なのです。そしてその新しい文化は、私たちは、この聖霊による、神様の力によって起きる文化、それが、新しい文化ではないでしょうか。聖書をちょっと読んでみましょうね。ガラテヤ 6-14 ですね。ガラテヤ 6-14。 しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。大事なのは新しい創造です。肉を誇る文化ではなくて、十字架を誇る文化、十字架を誇る文化、聖霊によって、創造される新しい創造、新しい創造。皆さん、
肉の文化は、肉を誇りますが、十字架を誇る文化、新しい創造、ね、皆さん、日本文化は、ね、今までの日本文化があったかもしれません。しかし、これから日本が救われるならば、これから日本が救われるならば、新しい日本文化を作るべきではないでしょうか。日本料理とか、江戸時代の文化とか、着物の文化だけが日本の文化ではないんです。本当の文化は、その考え方、価値観、その新しいもの、新しいものが新しい文化を作っていくんではないでしょうか。神様は、神様は創世記には、言葉で世界を作ったと、書かれています。光をあれと言ったら光ができた。神様は神の言葉でこの世界を創造したのです。神様の、ね、文化、神様の文化で、この世界を作ったのです。悪いものを別として、悪いものを別として、この世界はある意味では神様の文化なのです。神様が作られた文化、神様の創造によってこの世界ができたのです。宇宙は神の文化です。自然は神の文化です。地球は神の文化です。人間は神の文化です。しかし人間が神様に逆らって、神様が喜ばない文化も作ってしまったけれども、神が作ったものが本当の文化なのです。そしてイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して新しい創造をされようとしています。アダムとエヴァの天地創造は古い創造ですが、神様はイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して新しい創造をされようとしています。新しい創造をされようとしています。イエス様は神の言葉を語られました。神の言葉を語られました。その神の言葉によって、クリスチャンがある意味では神の言葉によって作られたと言えるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、皆さん自身が、皆さん自身が新しい創造なんです。新しい文化なのです。イエス・キリストの言葉によってできた、イエス・キリストによってできた新しい創造、新しい文化なのです。クリスチャンの方々喜んでください。クリスチャンの方々喜んでください。皆さんが新しい文化なのです。新しい文化なのです。皆さん、そのよくですね、まあ、芸術家がですね、芸術家がなんかインスピレーションで、いろんなヒントを得て、芸術作品を作るという話をよく聞きますけど、クリスチャンもですね、油注ぎによって聖霊様からインスピレーションをもらって、いろんな想像をすることができるのです。しかし本当の文化は、本当の創造は信仰によるものです。信仰によって、神様のインスピレーションによって新しい文化、新しい創造をすることができます。兄弟姉妹の皆さん、皆さんは神様から知恵をもらうことができるのです。神様から知恵をもらって新しい物価を創造することができます。私たちは今ですね、 IT 文化の中にいますね。これは素晴らしい文化だと思いますが、その IT 文化も、良いことのために使うべきです。クリスチャンの方々はこの IT 文化、パソコンとかね、インターネットとか、携帯とか、急にメッセージを受け取ることがある。アヤペさんは神様から急にメッセージを受け取ることがあるということです。私たちはある意味では、そのこの IT 文化も、結局は神様からもらったと私は思います。
この IT 文化を、使って新しい文化を作りましょう。クリスチャン IT 文化いいですね。クリスチャン IT 文化、ニコ生で伝道することもクリスチャン IT 文化と言えるかもしれませんね。皆さんが IT を使って、伝道する、 IT を使って神様の栄光を表す、 IT を使って、クリスチャンの新しい文化を作る、いいですね皆さんね。クリスチャン IT 文化ですね。クリスチャン IT 文化、はい皆さん、この私たちはですね、このすごい文化を作りやすい時代ではないでしょうか。この IT でですね、作曲もしやすい、絵も描きやすいね、この IT を使って人間の可能性が、この広がってるじゃないですか。想像しやすい時代ですね。Amazon でですね、Amazon で電子書籍ってあるじゃないですかね。本を出版するのに昔はすごくお金かかったけど、今は、無料で出版ができるんですよ皆さん、無料で。ぜひ皆さん、キリスト教文書伝道ということでね、キリスト教の本を書いてください。無料で出版できますね。ぜひ皆さん、今は無料で出版ができる時代なので、ぜひ、キリスト教の本を書いてくださいね。伝道の本を書いてください。伝道の本を書いてください。Amazon から無料で出版できますね。無料で出版できますので、はい、そういうわけで私たちは、新しい文化を作るものです。新しい文化を作るものです。私はね、日本の文化もですね、やっぱり神様によってこう導かれてきた文化ではないかと思うんです。悪い文化もありますよ。偶像崇拝の文化とか、罪の文化もありますが、日本文化のいいところはですね、やはり神様によって導かれていると信じます。キリスト教の影響もたくさんあると思います。世界の文化はキリスト教によって、味付けされていると信じます。クリスチャンが世の光、地の塩ということがありますから、世の光、地の塩ということで、日本の文化、世界の文化が、このクリスチャンによって清められている、支えられている、腐敗しないように、されているという、そういう部分があるんではないでしょうか。まあどのようにキリスト教がこの世界の文化に反映しているか、まあそういう細かくですね調べることもできるかもしれませんが、誰かがそういうね研究をしてくれるといいなと思いますが、日本文化の中にキリスト教の文化がたくさん入っているんではないかなと思います。以前やったことがあるんですが、漢字もそうですね。漢字、日本は漢字の文化ですが、その漢字の中にですね、聖書の文化がありますね。例えばですね、前もやったことあるんですが、何がいいかな、ですね、神様ね、神様はこう示す編ですよね。見えるかな、ね、神という字がありますね。神が示して申すもの、ね、示して申すもの、神様ですね。示して申す。それからこれは田んぼの田と書きますが、これはエデンの園ですね。エデンの園で、これエデンの園に4つの川がありますからね、ユーフラテス、ギボン、それからあと何ていう川だったかな、ちょっと忘れましたが、4つ川があってですね、エデンの園に4つ川があるの でこれはエデンの園という田んぼの田ですね。でそのエデンの底で力ある人が男とね、こうエデンの
エデンの中で力がある人間はアダムで男ですね。面白いでしょ。で今日ちょっと習ったところで、カインとアベルというね、アダムとエヴァの最初の息子がカインで、それから次男がアベルですが、この兄ですか、これカインですね。カイン、カインが弟を殺すんですが、私この辞書知らないんですけど、中国にはこんな字があるらしい、こういう字があるらしくて、このカインがアベルを殺した印がつくらしいんですね。でこのカインの死体かなんかにこの印がつく、これ人殺しっていう、人殺しって意味なのかわかんないんだけど、これは結局カインの人殺しの印の字なんですね。そしてこんな字あったかな、こんな字がありますかね。今日という字かな、まあ、これは人殺しという意味らしいんですがね、これは人殺しという意味があるらしいです。それから、皆さんね、これはもう皆さん知ってますけど、船がありますね。これ前やりましたよね。船があって8人、これは箱舟ですね。箱舟、ノアの箱舟、ノアと奥さん、それから3人の息子とその息子の嫁さんたち、合計8人、その8人が船乗ってる、これはノアの箱舟ですね。それから今日習ったのがですね、どういう字だったかな、今日ちょっと習ったんですよ。バベルの塔ね、バベルの塔をこう、ですね、こう、レンガで、これ草はどういう意味かな、こう人間が、一つの言葉で作った塔ね、人間が一つの、バベルの塔はその時は一つの言葉だったらしいんですね。その一つの言葉で作った塔、これバベルの塔ね、バベルの塔。そしてバベルの塔を作ったので神様は怒ってですね、その一つの言葉じゃ良くないっていうので、いろんな言葉をこう、たくさんその与えてね、人間がこうコミュニケーションを取れないようにしたんですよ。でこのこれ下でしょ、これ下、これ下で、これがね右足らしいんですよね。これ、下で右足なんだけど、この右足っていうのは要するにあちこちこう散らばるということですが、要するにバベルの塔でいろんな一つの言葉じゃなくてたくさんの言葉にされたので、人々があちこち散ってしまった、乱れてしまった、バベルの塔が崩れて人々がみんな世界中に散ってしまった、これを乱と言いますね。乱れる、面白いね。つまり、漢字の文化は聖書の文化だということですね。漢字の文化は聖書の文化、はい、皆さん、漢字の文化は聖書の文化なんです。私の好きな字ね、これ前もやりましたけど、こう十字架で力を合わせましょう、ね、十字架で力を合わせる、協力ですね、協力、十字架の下で皆さん力を合わせましょう、これリバイバルですね。十字架の下で力を合わせる、 リバイバル。それからね、もう一個あったね、今日ね、禁止の禁、神様はね、この命の木と善悪を知る木を示して、善悪を知る木から取っちゃダメだよ、善悪の木から取っちゃダメだよって示した、禁じた。神様はアダムとエバに、
日本の木があって、その片方の善悪の汁木を食べちゃいけないよと禁じた、ね、まさに、まさにあれですよ、漢字は聖書の文化ですね。漢字は聖書の文化ね。皆さん、漢字は聖書の文化ですよ。漢字は聖書の文化ね、ですから日本の文化の中にですね、たくさん聖書の文化があるんだよということですね。はい、皆さん、私たちの中にね、聖書の文化、キリスト教の文化、ユダヤ教の文化がある。私よく言いますよね、あの相撲っていうのが、ヤコブっていう人が相撲を取るんですが、天使と相撲を取るんですね。そのヤコブが相撲を取ったのが、あの日本の相撲なんですね。で、あの一人相撲っていうのもあるんですけど、まさにヤコブは一人相撲を取ったんですが、あの相撲っていう言葉もヤコブという意味らしいですよ。皆さんちょっとネットググるといろいろとんでもが出てきますが、相撲もユダヤ教の文化、神道神社、おみこし、あれもユダヤ教の文化、カタカナもヘブル語から来た文化、民謡もヘブル語から来た文化、日本の文化はほとんどユダヤ教文化なんですね。皆さん、日本の文化はみんなユダヤ教の文化なんですよ。びっくりでしょ、びっくり。ググってくださいね。もうたくさん出てきますからね。皆さんお風呂入るでしょ、お風呂入る。あれも、ユダヤ教の文化です。ユダヤ教ではお風呂に入って清める、身を清めるという意味でお風呂に入るんですが、それが日本の文化になってます。で、塩で清める。塩で清めるっていうのも、あれはイスラエルでは塩を清めます。あれもユダヤ教の文化なんですね。日本の文化はユダヤ教の文化なんですね。日本の文化はユダヤ教の文化。あと何かあったかな、あと何かあったかな。お正月、あれもユダヤ教の文化なんですね。あれもお正月ね、あれお正月ですね。あれはユダヤ教の文化ですね。それからあと何があったかな、まあ、とにかく日本の文化は、ことごとく、ユダヤ教の文化、イスラエルの文化なんですね。はい。はい、それではですね、皆さんの大好きな英語いきましょうね。大好きな英語、はい、この指のとこですね。あ、ここやったんだ、こっちだね。Why do you call me Road Road and do not do what I say? ちょっとこの前ね。Why do you call me Road Road and do not do what I say? なぜあなた方は私を主を主をと言いながら私の言うことを、しないんですかというです、ね。なぜあなた方は主を主をと私に言うのに私の言うことを聞かないんですかということですね。Why do you call me Road Road and do not do what I say?これはどういうことかというとですね、イエス様の言いたいことはね、私の言葉を聞いて実行しなさい、私の言葉を聞いて実行しなさいということなんです。でクリスチャンでもですね、イエス様イエス様と言いながらイエス様の言うことを聞かない人もたくさんいるわけですね。イエス様の言うことを聞かない人がたくさんいます。大事なのはね、大事なのはイエス様を信じることですが、その信じるということの中にイエス様の言うことを行う、イエス様の命令を行うという、そこが大事なポイントなんです。信仰というのはイエス様の教えを、ね、信じて守ることです、ね、
イエス様の言うことを聞かなければ信じているとはちょっと言い難いかもしれません。しようしようというだけではなくて、イエス様イエス様というだけではなくて、イエス様の教えを守るということがとても大事だということですね。イエス様の教えを守るということがとても大事だという、イエス様は忠実にイエス様の教えを守っているものを喜びます。信仰というのは、実際にそのイエス様の教えを実行して実を結ぶことですね。もし、学んでも実行しなければ実を結んでないということになります。信仰の実というのは、そのイエス様の教えを実行することです。難しいですよ。イエス様の教えを実行するのは難しい。でも難しくても、それは、少しでもするのでですね、訓練しながら実行していくことですね。はい。そしてイエス様の教えを実行することによって素晴らしい祝福を受けます。ね、ぜひ皆さん、イエス様の教えを、ね、守って新しい文化を作る、クリスチャンの新しい文化を作る。神様は神の国を作ってほしいのです。神の国を作ってほしいのです。アメン。それではですね、証いきましょうかね。そうですね、何証がいいでしょうかね。日本の文化の中にね、ユダヤ教の文化、クリスチャンの文化がたくさんあってびっくりした証と、新しい文化を作りたくなった証、わけわからない。はい、皆さんスタート、文化証スタート、クリスチャン文化証スタート、アメン。ちょっと難しい。クリスチャン文化証スタート。相撲は外国起源だと分かった、今度の文化祭でイエス様喫茶をやろうと提案します。ぜひぜひやってください。文化祭文化祭でですね、どんどんやってください。日本は過去の過ちをアジアに謝罪しなければならないと思った。お正月に必ずお餅を食べることにしました。日本中がニートになって神の国ができればいいと思います。私の起源はユダヤ教だと分かりました。日本に伝道文化を広げてください。応援してます。いいですね。伝道文化、いいですね。皆さん、伝道文化作りましょう。はい、神社に近づくと具合が悪くなる。この茶道、この放送で茶道をやめました。なんか茶道がね、生産式らしいですよ。茶道っていうのは生産式らしいんですね。初心者なのでキリストの勉強しようと思いました。アメン。千利休の弟子の半分以上はクリスチャンだったらしいですよ。天皇もイスラエル人だということが分かりました。クリスチャンの新しい文化を作ろう。伝道します。みんなに、他がエデンを表すと教えて回りたいです。イエス様の真理が世界中の基本になるといいです。聖書に興味を持ちました。茶道でね、
濃茶ってあるじゃないですか、回し飲みする濃茶で、生産式って回し飲みするんですよね。回し飲み、日本とユダヤの共通点をもっと知りたいと思いました。キリスト教の教えで世界に平和を、アメン。日本に愛の文化を根付かせましょう、アメン。リバイバル早く来てほしい。聖書を読んだらニートでも胸を張っていいのだと分かりました、アメン。ぜひ今度うちの学校でキリストについて語ってください、呼んでください。授業で聖書の時間を作ってほしい、アメン。チャーチスクールではありますよ、チャーチスクールでほとんど聖書の勉強。イエス様に使いたいです。イザヤ教にイザヤ人になってもみあげを伸ばし始めました。実は私も伸ばして、私も伸ばしてます。もみあげを伸ばしてます。テレビを見るのをやめました。家族も LTL に連れて行きたい。イエス様が夢に現れてほしいのです。ディズニーランドで布教してきました、アメン。もうイエス様以外信じられません。リバイバルはいつ来るのでしょうか。近いうちです、近いうちです。イエス様命、イエス様命。この放送を公式にしてほしいです。この放送で胆石取れました。東京駅の待合黒板にこの放送の URL 書いていいですか。いいですよ。明日の礼拝にストッキングさん出ますか。来ますけど出るかどうかは分かりません。家族への伝道ができていません。大丈夫です、和子さん。まず私たちが燃えることです、私たちが信じることです。イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も、救われると書いてあります。家族が教会のことを認めてくれました、アメン、アメン。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。寝る前に聖書を読みたいと思います。この放送を見る文化が定着しますように。この放送を見る文化、すごい文化ですね。この放送を見る文化が定着しますように。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。イエス様を信じれば全て救われますか。救われます。神様を信じたら女性をいやらしい目で見なくなりました、アメン。漢字は聖書の文化だとトリビアの泉に投稿したいと思います。投稿してください。吉原さん、不貧困はやめようと思いました、アメン。もう不貧困の文化をやめて純潔の文化を普及させましょう。純潔の文化を普及させましょう。アメン、アメン。風が治りました。
今日の放送で旧牧師の字見れました。純潔の文化の最前線にいます。純潔は取り戻せますか？悔い改めて今から純潔です。悔い改めて今から純潔が大事なのです。 DT で良かったと思うようになりました。アメン。天国ポイント貯めたいです。信仰するために仕事を辞めました。家が仏教でもキリスト教になれますか？もちろん、もちろんなれます。この放送を NHK で流してほしいです。アメン。イエス様に祈ったら嫁がご飯を作ってくれました。アメンの意味はよくわからんが、とにかくすごい信仰だ。アメン、アメン。この放送で成績伸びました。アメン。はじめまして。僕も悔い改め頑張ります。僕も悔い改め頑張ります。アメン。悔い改めてイエス様を信じましょう。この放送でイエス様に救われました。イエス様を喜ばすために家事少しだけ手伝うようになりました。ハレルヤ。キューちゃんのように笑顔、素敵な笑顔がしたいです。できます、できます、できます。 NHK スペシャル、ネットで布教活動する、地方老人たち、たちって私一人じゃないの？ネットで布教活動する地方老人一人じゃないの？35歳ですが、この放送を毎日見てたら背が伸びました。アメン、アメン。9時放送、黒弦見れてありがたいです。どうしたらハレルヤと言ってもらえますか？誰に言ってもらいたいんでしょうか？この放送を見てたら毎日笑えて楽しいです。キューちゃんのせいで漢字の研究やってみたいと思いました。アメン。吉原さん、最近いいことが続いています。アメン。この放送を見てたら笑いが止まりません。風邪ひくなよ、あったかくしろな、ご老体よ。ありがとうございます。電気シク使ってます。電気シクがあるとですね、あったかいです。明日は日曜で寒いです。シニカルな笑いでも今日救われました。アメン。節電しろ。電気シクはそんなに電気かかんないですね。電気シクは節電ですよ。この放送を見たらエルテル教会の牧師になりたくないと思いました。キューちゃんは毎日楽しそうで羨ましいです。すいません、明日の日曜日の放送何時か教えてください。10時半ですね、10時半ですね。今日の放送面白いな。10時半です。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。キューちゃんの愛用の電気支給知らないです。メーカー知らない。いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。イエス様が全てと分かりました。この放送で私の認知症が治りました。9時からの放送を機会に J さんの放送を見るのをやめます。キューちゃんのように良い人間になりたいです。イエスキリストを信じれば罪が許されて良い人間になるのです。イエスキリストを信じると罪が許されて良い人間になります。
イエス様は僕の掃除を掃除してください。僕の部屋を掃除してください。僕の部屋を掃除してください。旧の髪の毛の多さを見て神を信じようと思った。イエス様にどのように祈ればよいのですか。正直に、自分の気持ちを正直に言ってください。祖母の認知症が治りますように祈ります。伝道します。アメン。はい、じゃあ終わりにしましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。愛で空が落ちてきそうです。キューちゃん、この放送を見るとなんだか心が現れるんだけどな。何？そうなんですよ。この放送を見ると、この放送を見ると神様の力が働いて、皆さんが祝福されて、心が清くなるのです。夫が鬱になりました。どうしたらいいですか。イエス様を信じて祈ってください。イエス様を信じて祈ってください。イエス様を信じて祈るのです。私も神の仕事に就きたいです。つけます。もう皆さんはですね、もう皆さんが教会だと思ってください。この放送には不思議な力がありますね。神様がおられますから、神様がおられますから、不思議なことが起きるのです。癒しが起きるのです。神様の祝福が流れるのです。皆さんに、聞いてる皆さんに神様の祝福が流れます。最近空が綺麗です。最近空が綺麗です。私もそう考えますね。もう本当に最近空を見るのは楽しみなんですね。もうその教会の玄関を開けて空を見ますね。もう白い雲、青い空、最近空が綺麗ですね。皆さん、空は天国を表します。天国に行きたいから、天国に行きたいから空を見ます。天国に行きたいから綺麗な空を見ます。天国に憧れます。天国に憧れます。天国に憧れます。皆さん、空を見ましょう。空を見ましょう。空を見ましょう、ね。天国は素晴らしいところです。天国は素晴らしいところです。もう苦しみもありません。悲しみもありません。罪もありません。悪もありません。忌まわしいものが全くないところ、忌まわしいところが全くないところ、それが天国です。それが天国です。今度伺うときリアル油注ぎを受けたいです。受けてください。受けてください。皆さん、今私たちが持っているのは過去の文化かもしれません。過去のいろんな文化を私たちは引き継いでいるかもしれません。しかし私たちは、新しい文化を作るべきです。新しい文化を作るべきです。そして大事なのは、そのものとか、ね、見た目とかそういう文化じゃないんです。本当の文化は心の文化です。心の文化、その良い心、良い心から出た文化、それはイエス・キリストの愛によって、十字架の力によってできる心の文化が本当の文化ではないでしょうか。私たちこの人類の歴史は戦争や争いや、悪い文化がたくさんあったと思うんです。それは人間の文化、人間の罪によって、気づいてきてしまった悪い文化だと思います。その悪い文化を私たちは悔い改めてこれから、素晴らしいクリスチャンの文化を作りませんか。クリスチャンの文化を作りませんか。これから作るのです。
そして自分の力、人間の力ではありません。そして人間を誇るものとか自分を誇るものではなくて、イエス・キリストを誇り、十字架を誇ることなんです。十字架の力によって、十字架の力によって新しい創造をしましょう。心が文化です。イエス様によって心が許され、清くなり、優しくなり、神の子になった、十字架によって神の子になった文化、神の子文化と言ったらいいでしょうか。皆さん、これからです。そして天国が、天国が最高の文化ではないでしょうか。天国、神様が作られた最高の文化、それは天国だと思います。私たちが最高の文化に行くこと、これが私たちの希望ですが、しかしこの地上においても私たちは伝道して、多くの人がクリスチャンになって、神の子になって、この地上における神の国の文化も作ることができます。日本は本当に、イエス様を拒んで、イエス様を拒んできた文化ですが、今日本が悔い改めて、イエス・キリストを信じて、新しい日本ができると信じます。新しい日本がこれからできると信じます。本当の日本の文化、日本、本当の日本の文化がこれから作られると信じます。そしてその、リーダーは、燃えてるクリスチャン、油注ぎを受けてるクリスチャン、そのクリスチャンが文化を作る、ね、カルチャーメーカーと言いましょうか。カルチャーメーカー、ヒストリーメーカー、ね、ピースメーカーでもあるし、カルチャーメーカーになりましょう。皆さん、クリスチャンが本当のカルチャーメーカーになることができます。ぜひ皆さん、これからです、これからです、これからです。私は61ですが、これからです。これからカルチャーメーカーになります。皆さん若いんですから、一緒にカルチャーメーカーになりましょう。一緒にカルチャーメーカーになりましょう。はい、今日ですね、話を聞いて、ああ、確かにこれからだな、これから新しい文化を作りたいと、クリスチャンになってイエス・キリストを信じて、一緒に、新しい日本の文化を作りたい人、カルチャーメーカーになりたい人、アメン、アメンと言ってください。アメン。本当にカルチャーメーカーになりたい人、イエス・キリストを信じて、本当の、文化を作りたい人、新しい文化を創造したい人、アメン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 。アメン。天道様、あなたはこの天地を作られました。人類の歴史を導いて来られました。この、人類の歴史の中に、ユダヤ教の文化やキリスト教の文化、たくさん、混ざってると思います。しかし結局のところ、ヒストリーはヒズストーリーで、神様の作られた歴史です。そしてあなたは素晴らしい、この歴史の中であなたの栄光を表しています。クリスチャンがどれほどこの日本人類の文化の中で大きな影響を与えてきたでしょうか。世の光、地の塩となってきたと信じます。しかしこれから終わりの時代、なおさらクリスチャンがこの地の塩、世の光として多くの人たちに影響を与えると信じます。特に日本が新しいキリスト教の文化を作る時代が来たと信じます。今アメンと言った方々がイエス・キリストを信じて、新しい日本の
文化を作る担い手、働き手になることができますように。彼を祝福してください。彼を祝福してください。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、新しい文化の担い手となりますように、日本が今ここまで保たれてきたことを本当に感謝します。あなたを拒んできた文化ですが、日本の罪を許してください。そして、日本に新しい文化を作ってください。日本に新しい文化を作ってください。クリスチャンの文化、新しい創造、素晴らしい文化が日本にできていくと信じます。どうぞ兄弟姉妹、ここにいる兄弟姉妹を祝福してください。祝福してください。祝福してください。イエス様、どうぞどうぞ、ここにいる方々を祝福して、素晴らしい、そのインスピレーションと知恵を与えてくださり、伝道する文化、そして、神イエス様の教えを、伝える文化、イエス様の価値観が、この広がっていく文化、どうぞイエス様、兄弟姉妹を用いてください。新しい文化を作るものとして用いてください。イエス様の教えを述べ伝えるものとして用いてください。イエス様を用いてください。ここにいる方々を用いてください。知恵を与えてください。インスピレーションを与えてください。いろんな形で伝道することができますように、日本を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、私たちは、いろんな文化を作ることができます。まあ、ニコ生でこのように伝道していることも一つの文化だと思いますね。一つの文化、ニコ生で、伝道するという文化、そしてそれは新しい文化だと思います。皆さんも、ブログで伝道してるでしょう。スカイプで伝道してるでしょう。皆さんも、IT で伝道できます。この IT 伝道の文化というのは、とても有効ではないでしょうか。皆さんも IT をしているのですから、ネットを通して、IT を通して伝道しましょう。伝道しましょう。新しい文化です。伝道を通して、伝道を通して新しい文化を作りましょう。新しい文化を作りましょうね。私も、これからもっともっと頑張ります。もっともっと命のある限り、命のある限り伝道します。命のある限りイエス様を愛します。イエス様を告白します。皆さん一緒に歩みましょう。一緒に歩みましょうね。これからです、これからです、これからです。日本に、リバイバルが来ます。リバイバルは、新しい文化です。リバイバルは新しい文化です。はい、そうです。来週月曜日から、明日は日曜日10時半から礼拝があります。ぜひ皆さん朝10時半起きてくださいね。起きて、礼拝参加しましょう。このネットで参加する礼拝も新しい文化じゃないでしょうか。昔にはなかったですね。ネット礼拝、ネット礼拝も新しい文化でしょう。そして明後日の月曜日から夜9時です、ね、もう7時は、しばらくありません、9時から月火水9時から、放送しますので、ぜひ覚えてください。7時ではありません。9時から放送しますので、皆さん一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。はい、そろそろ終わりですね。これからどうなるでしょうか、ね、楽しみです。神様がされます。私たちは自分の力では何もできませんが、イエス様がいろいろしてくださいます。ありがとうございました。おやすみなさい。シャロン、シャロン。おやすみなさい、おやすみなさい。明日礼拝で会いましょう。シャロン、シャロン、シャロン。アメン。